平田康介は、北海道出身の日本のカーリング選手。きっとカーリングクラブ所属。2018年ピョンチャン、オリンピックカーリング競技男子日本代表。株式会社アイエンター勤務。北海道所郡所町出身。12歳からカーリングを始める。北海道北見北斗高等学校時代は、ラグビー部でも活躍し、 第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会に出場した。北見工業大学に進学し、同大学院を修了。大学4年次と大学院2年次の計2回、日本代表としてユニバーシアードに出場した。2015、2016年には SC 軽井沢クラブの一員として、パシフィックアジアカーリング選手権に同行し、 大学院終了後の2017年からチームに正式加入。2017年世界男子カーリング選手権大会や、ピョンチャンオリンピックカーリング競技などに男子日本代表選手として出場。その後、3月に行われた2018年日本ミックスダブルスカーリング選手権大会では、中部電力に所属する北沢イクエトペアを組み、準優勝を果たした。2018年、 SC 軽井沢クラブを退団し、きっとカーリングクラブを結成。2019年、第12回日本、ミックスダブルスカーリング選手権大会に、鈴木優子とペアを組み出場し、準優勝した。ありがとうございます。